出撃命令だ。敵従順航管制機に関する機密情報の一部を国家治安諜報部が入手した。我々が従順航管制機と称する敵兵器の正式名称は T1112 従順航管制機アイガイオンと判明。部隊は電子戦を担う中型機コットスと近接防空を担う中型機ギュゲスにより構成されている。巡航ミサイルに関しての任務は指揮機であるアイガイオンが全てを担っている。入手した情報のもと我々はアイガイオン撃墜作戦を立案した。よく聞いてくれ。アイガイオンの燃料補給口は機体前方に位置し、補給の際には複数の給油機がアイガイオンの前方に回る。機体前方に複数の胴体がいる補給時、アイガイオンのレーダー機能は一時散漫になり、ここからが重要だ。燃料補給時のアイガイオンはレーダーによる前方の胴体認識がほぼ不可能となる。一定の方角と飛行高度を維持することが可能であれば敵に気づかれず空からアイガイオンに接近することができる。奴の空中補給時が我々にとって最大のチャンスになる。機密情報にはアイガイオンのフライトスケジュールも含まれていた。飛行ルートの確認はハンガー集合後に行う。今すぐ出撃準備を始めろ。この編成で出撃だな。ガリューダ隊出撃。
と一息だ。いつだけを攻めるぞ。バカだ。敵電子支援プラットフォーム2機目を破壊。いいぞ、そのまま光線を続けろ。ガルダ、バックショットは任せとけ。海外音聞こえるぞ、こちら。敵航空火力プラットフォーム1機目を撃墜。1機目を撃墜した。よくやった。愛外軍を含む敵航空機部隊を殲滅、我が軍を襲う巡航ミサイル排除にも成功した。これは本戦争を左右する大きな勝利だ。作戦成功の立役者であるガルーダ隊には統合参謀本部より称賛の報が届いている。今夜は羽目を外して構わん。ボイチェク中佐。かつて私が教官となって育て上げた男。あの日々から長い歳月が過ぎたが、今日もパステルナーク少佐は自信に満ちた目を若者のように輝かせている。元気そうで何よりだ。戦局挽回のために彼は召喚された。彼が一人軍隊の新隊長に赴任したからには、必ずやエメリア軍に痛烈な一矢を報いてくれるだろう。
荷物は手放すな。不自由だが背中の後ろに入れたまえ。お？それがこの町の流儀なんだ。私は彼にガルーダ湾について尋ねた。知っているも何も、私は彼に対抗するために送り込まれてきたのですよ。少佐はみなぎる闘志を隠して微笑んだ。その炎は本来ならば私自身が胸の内に燃やすべきはずのものだった。この男はこれからあの世界に行くのだ。私は空の戦士たちから取り残されてしまった寂しさを否応なく味合わされている。